こんにちは、カブ君です、えー、今、男子のフィンランド大会フリーを見ているところなんですけど、えー、アーカイブには、ね、なってしまうんですけどちょっと結果とかまだ、ね、順位最終順位は分かりません。えー、で今、エストリアのアフレット君が滑ってこのあと、えー、坪井達也君の演技になりますのでちょっと見ていきたいと思います。 はいまあ、時々チラ見せをしながら多分皆さん、えー、見た方も、ね、多,分多いかなとは思うんですけど一応一応ね見てない方もいるかもしれないんで時々ちょっと画像はあれですけどチラ見せしながらねやっていければなと思います坪井達也くんですはい頑張れーあ日本のこっちもね日本の東洋の方でしょうかね日本人でしょうかね いますね。結構ね日本からの応援も多いかなと思いますよ。うん。あのかあのお客さんの数もねやっぱ多い。うん。あの男子ょショートあフリーね。男子の方が女子より多いかな。<laughs> はい。ドンドンドンというね曲で始まりました。最初四回転サルコーかでしょうかね。いけるかショートではちょっとミスがあったところ。 はい決まった回転大丈夫かなちょっと今一瞬ぐらいついたけど、平気着地は。一応、過程は2.5点っていう過程もらってるけど、まあ回転が9とかになっちゃうといきなり限定に変わるんで、嫌ですね。ほんとね。さあ、4回、あすいません、トリプルアクセルかなはいおトリプルアクセルも綺麗ですね。うん。ちょっとあの、拍手する時間が、 あの撮影をしながらだと難しいけどトリプルアクセル入りましたねちょっとメモも取りながらはいもう一本かなもう一本なんとトリプルアクセルからコンビネーションですかねトリプルアクセルオイラーはトリプルサルコー,ーいいですねうん素晴らしい内容ですトリプルアクセルオイラートリプルサルコーで彼はスピンがかいあのちょっと前から遅かったかなと思うんですけど 中野先生のとこに変わってからスピードのやっぱりついてきましたねうん今のフライングシットスピンもとても良かったと思いますよはい、うん、あいいですねこう上向くとこのステップシークエンス、うん、坪井選手はこ,こ,これからどのようにね成長を描いていくのかね あの、未知数ですね、彼はね。うん。あの、地道に来てる感じはすごくする、やっぱり。うん。あんまりこう、多くを語らない選手ですよね。その中で自分の個性を高めていくということだと思うので。はい。まあ結構、その、うちなる闘志をね、燃やしてるねこの。そう思いますよ、この選手は。 あ、ジャンプ来るかな今、ステップシークエンスが終わりました。トリプルフリップ、うん、いいですね。あの、スケーティングのね、あジャンプの流れが、本当坂本香織選手みたいにやっぱ流れるね。うん、全体的にやっぱそういう感じがする。はい。もう一回、トリプルフリップ。ダブル、あ、トリプルトールー。3回転3回転のコンビネーションですね。もう一個。トリプルフリップ、あー、素晴らしい。 ジャンプ完璧かなもう一個あるのかなね、あれか、ループが残ってるかなまだ。おーおー。今のところ全部オールグリーン。はい。なんだろう、釣りが。トリプルルすツか。トリプルでツ、ダブル、ダブル登録。おー。素晴らしい。<laughs> 内容完璧ですね。完璧ですね、内容ね。うん。 坪井さんもミスはあの平均してミスが少ない選手ですけど、まあ、PCS とかあとはまあ加点がねやっぱ加点うんちょっとこういくらかやっぱ点がねあれで出にくいとこあるのかなっていう感じがたまに知りますけどこのプログラムは曲調もなんか面白いですし、うんはい、なかなか斬新なメロディーですね。うん あの、まあ、つぼいくんじゃないんですけど、最近はあの、宇宙的な曲がね、流行ってる気がしますね。あの、アダム・シャオくんといり、さっきのエストリアのアフレットくんといりね、なんか、宇宙的な曲がいいと思う、あの、流行ってる気がするけど、ね、こういう風にやったりとかね、うん。さあ、表情。素晴らしい演技でしたね。あー素晴らしい、ガッツポーズうーん。 うんうん <laughs> あいいか素晴らしいいや本当に良かったですね素晴らしい演技だったとは思いますまあミスというミスはなかったしほぼ加点がすべてもらえる綺麗な流れのあるジャンプだったかなと思いますね うん、ジャンプのこう、着地にした後の流れ、うん、これが本当に、すごくやっぱね、ね、昨シーズンよりも良くなったと思いますね。うん。坂本香織選手みたいにこう、さーってこう、力強く流れていくとことか。うん。やっぱこう、中野先生のとこで、まあ、見せめの練習とかも多分してるんでしょうね。うん。数を入れられながらね。うん。そんな気はしますよ。 なんか、なんかね、あのー、内なる炎を感じるね。この、この選手はね。うん。多くは語らないけどね。多くは語らないんだけど、内なる炎を感じますね。うん。ジャンプほんとよかった。安定感抜群ですね。トリプルループ入ってるって。ループ入ってるか。よくちょっと見、ちょっと見過ごしてしまったかとかあったかもしれないけど。 スピンも良くなってきた。やっぱね。うん。そう思いますよ。<laughs> いやーまあ、本当にあの、クオリティがやっぱいいですね。全体的なクオリティが高いんで、でも、点がね、もっと出てくればいいなっていうふうに思いますわ、やっぱね。うん。はい。さあ、これからどのように成長していくのか、まだ未知数な坪井くんですけど。 得点がどれくらい出るんでしょうかね。<laughs> <laughs> <laughs> さあ。女子もね、今回はかなり中のチームは良かったからね。点出る。 さあ点はどれくらいか今回グリーンのカウント、ああテクニカルディレミンツ87.46。プログラムコンポー七ン八78.62。喜んでますね。166.08 16フリーは。244.90。おお、すごい大進化じゃないですか。先生も喜んでます。素晴らしい。ああ、先生もすごいって言ってます。 244点台。はい。素晴らしいですね。うん。一回ちょっと動画を止めていきます。バイバイ。